こんにちは。今回は尊敬し合える推し活仲間に対する皆様の反応を紹介します。皆様からの感想、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。漫画版最新話がね、あまりにも強烈すぎてね、気づいたら終わっててびっくりした。見たいものを漫画用に整理してお出ししてくれた美味しいラーメン食べてる気分だよ。ハードル上げすぎかなと自覚するほどの期待を上回るものをお出しされればこうもなろう。自分がこれ読み始めたきっかけは X で、主人公が推しができた白面のものという評判を聞いて興味を持ったからなんだよね。今回の更新はもうハラー一発で、これでまだ前菜なんですかって感じですわ。ディナーは始まったばかりですわ、お客人。前スレでレミリア様の提案にすぐ乗る国王の態度よって意見あったけど、あの時はピナのプロポーズで会場中がフリーズする中、レミリアだけがまともに話して動けてたからね。さらに穏当な解決策をすっと差し出されりゃそらすがりつくよ。それすらピナには通用しなかったんだけど、一方でピナ視点だと起死回生万事解決の発言をスルーされたわけで、ムキーまたこの女が邪魔してくる。全部レミリアのせい、つまりこの女さえ詐欺師扱いして排除すれば勝つると思ってるんでしょうな。鉄頭鉄尾、行き当たりばったりな女だよ。まったく原作だとレミリアに計算して媚びを売ってるんだけど、漫画版だと国王をパニクってるからな。まあその方が普通か。王や貴族にいさめる官僚や副総センス、まともな人や良心的な商人も王国には存在する。その人たちの助言や忠告をことごとく無視したのがリーナであり、四馬鹿であり王だからな。エルハーシャもシルベストもウィルやデイビッドも弟たちが真っ当なら一生日陰者で構わなかったのにな。エミリア様は丹念に機会を奪ったけど、まともなら地位を維持できるだけの道は残してたんだよ。妨害もそれが目的じゃなくて、事業を発展させるときついでに彼らへダメージも与えられる方を選んだだけだからね。そもそもステファンとデイビッドに至っては本当に何もしてないのに勝手に孤立していっただけという。ウィルをウィリアルドと呼び捨てにしてたり、日陰の花を輝かせるための雑草抜きを楽しんでたりするあたり、シルベストの方は内心結構疎ましく思ってたのかな。エルハーシャの意向を尊重して自らもああしてたけど、エルハーシャを台頭させられる機会をずっと伺ってたみたいだし、道楽息子気取ってる第一王子が周りから内心見下されてるのは別に本人がそう見えるようにやってるからいいけど、本当はこの人こんなに素晴らしいのになが、ずっとあったと思われ。レミリア様が気丈でエミレベリングもあって強いからあんまり目立たないけど、エミに救われて付き合いの長いウィルたちですらエミを信じないんだから、もうダメだと不信感カンストしてて、アンヘルたちも個人的な感情より国益や事実を優先するでやっと信じられているから、自分が思うよりレミリアの心って傷ついてるんだろうな。実の親以上の愛情を注いでくれた人が人でなし、どもに魂を殺されるほどの目に合わされる一部始終を見ていることしかできなくて、それがずっとトラウマになっていると書くと、もはやゴブリンスレイヤーと大差ないんよ。あっちとは違って明確なゴールがあるとはいえ、そりゃあ偽ピナと裏四バカに対してああもなろうというものだ。エミが断罪された前後のレミリアは、裏切り者どもへの怒り憎しみとエミが自分を愛してくれた記憶で自我を保っていて、それらは均等に釣り合う重さをしていて、もしどちらかが欠けていたか重さに偏りがあったら、ゲームのように狂うかエミのように精神崩壊してたかもしれないと思った。エミだけは信じられるというよりも、エミ以外信じられるだけの経験をしてないというね。人間は経験からは逃れられない。4人のうち3人が弟属性なのに、ウィル内心でエルハーシャを見下してる、王位継承権で争うから敵扱い、デイビッドチャラ男なのに剣に秀でた兄に嫉妬、咎められると思い顔を合わせるのを避ける、クロード姉を死亡して手に入れるために率先して罠にはめる、自分なら姉よりうまくやれると過信、お前らもう少し年上を侮るな。勝手に上がる弟キャラ、クリムトの有能さよ。いざとなったら兄のためにその身を差し出せる、兄の護衛としても動ける、兄に葉っぱをかけられる、異中の女性にも真正面からアプローチできる。兄を支えるけなげな弟を見習ってもらいたい。何度見ても顔がいい、魔王陛下素敵、
あら、私はクリムト殿下の方が、とかキャッキャしてる貴婦人が見たかった。もうそれどころではない。前回の感想からスフィアの婚約者はもともとシルベスト説が浮上したけど、再会時の打ち解け具合からありえそうなのが怖い。デイビッドって優秀な兄にコンプレックスを持つ弟として解像度が高いよ。きっと家督や婚約者を兄のお下がりと思ってこじらせてる。これが妖精なら表だって嫌と言えるけど、妙に湿度が高くて批判できない。だからシンピナちゃんやエミちゃんのアドバイスがスーッと効いて、この二人で婚約が成立してれば燃える恋にはならないけど、似た者夫婦で穏健に愛を育めそうだなと思った。弟が王太子側近に選ばれる、アンド兄が当時王位継承には遠い第一王子に入れ込み始めたのが同時期ではと SNS の感想で見て、そのことで政治力についての評価が周囲で反転して、家督とスフィアは弟にスライドしたは真面目にありそう。クリムト君が脳破壊されちまう。本来のゲームだとクリムト君はそもそもスフィアに恋することさえできないし、レミリア様がいろいろ粉砕してる今だと恋を自覚してちゃんとうまくやったからいいのだ。デイビッドと結婚するだろうおとき氏本編がスフィアにとって一番あれって言えばあれ。兄貴みたいにお互いの推しで盛り上がって素直に尊敬し合えるような推し勝つ仲間は無理だし、腕一本で生きられるから大して気にしない兄、牽制VS コンプレックス対象の兄を周辺の事情で政治的に上回った弟 VS ダークライ、あの霊場が魔界のプリンスと共に社交界に戻ってくる。これは新聞が楽しみね。こういう方向で新聞がにぎわうなんて、マジでエルハーシャ主従のスピンオフみたい。何度も言われてるだろうけど、トレリアス夫人のドレス姿好き。シンプルだけど華やかで綺麗。伯爵夫人どんどん綺麗になっていく。その姿自体も魔法薬の効果なので、ドレスはシンプルにして本人の美貌と魔国産の宝石を目立たせる感じのデザインにしてるんだろうな。初登場時はいかにも厚化粧おばちゃんだったのが、アンチエイジングしたらここまでの美貌になるとはびっくりしたね。ちゃんと初期の厚化粧おばちゃん状態の印象を残しつつ、パーツは完全に美人のそれである。王妃様といい、この漫画実は熟女好きにむっちゃ手厚いのでは。役柄と合ってるからこれはこれでいいんだけどさ、この人化粧薄くして髪型変えたらレミリア系統の美人じゃない？ちょっと思った。二人ともシンプルなドレスもセレブリティなジュエリーも似合う強めの印象の美人。顔と体がド派手な悪役霊嬢タイプの美人ってくくりの除血顔だよね。ドレスで対抗しようとするとモリモリになるから、顔面の強さ一本でドレスをシンプルめにすると強い美人。好みとしては薄化粧の方がいいな。でもこういうメイクまで含めてこの人の持ち味やから的なやきもきを味わえる感じのサブキャラからしか得られない栄養素がある。初登場時も全体的にムッチムチだったけど、髪型とアクセサリーでまさに自分で財を成し維持できるマダム感が出てて好き。ゴープリのドレスと比較されてたピナのドレスだけど、ゴープリは花のプリンセスなら花でモチーフ絞ってるからパーツ多くてもまとまってるんだなって再確認した。ニセピナはテーマ絞ろうか。ドリンクバーで全部のドリンク混ぜてヤバい色のドリンク生み出したみたいなドレスしよってからに。女児向け作品の衣装ってすごい考えられて作られてるんだね。特に乙女向けだと別衣装、この衣装を着たキャラと主人公がデートする想定になるからね。ダサい服だとこんな服着たやつの横歩くの、こんな服着たやつとデートしたくないってなる。見ている女児の後ろにいるのは財布を握る親御さん。財布の紐を緩めさせるために生半可なデザインは出せないと思う。デイビッドに関しちゃシルベストは嫌ってるわけじゃないし、スフィアも手のかかる弟みたいに思って助言もしてる。一方的に関係を絶ってるのは本人だから。ニセピナはハート、星、フリル、可愛いものは全部で、あんなくどいドレスになるの本当。誰もドレスの流行りとかアドバイスしない。女からの人脈がないんだろうな。社交界で真っ当にやってたらアドバイスしてくれる貴族の子女とかいそうだし、ゲームならそういうお友達ポジションもいたんだろうに。きっと言われても聞かないよ。忠告してもだ、私に嫉妬してんじゃねえよこのブスにしかならないと思うね。ゲームでのお友達ポジションちゃん、星の乙女として王宮に連れてきてくれた役人さんの娘さん、下級貴族の子女くらいだったはずは、学園編の初期も初期に自分で切っちゃってるので、
ニセピナ未だに被害者面できるのすごいな。あの状況でレミリア来たら自分の悪事が暴かれるかもって怯えたりするだろ。なんで自分からさらに突っかかっていっちゃうんだ。あれだけ悪意を込めて冤罪ふっかけたのに、その冤罪晴らしに来たとか思わねえのすげえよ。ほんと普通後ろ暗く思うなら、あの女まさかくらいは思うよ。先の展開でレミリアに逆恨みしやがってって言ってるから、自分が恨まれるはずないが彼女の思考なのです。主人公は愛されて当然、恨まれるわけないわってこと。恐ろしいことに、あいつの頭の中では自分こそが悪役令嬢の役割をゲーム通りに果たさなかった、女のせいでいらん苦労させられた被害者な可能性がガチであると思った。先手必勝で突っかかって撤収させりゃセーフくらいに思ってたんじゃない。なお実際は戦車に棒切れで立ち向かうようなもんだった模様。嘘を見抜く目の持ち主の真横で、だって私のための世界だから私が加害者なわけないんだもん。また注射に怯える子犬になってる。悪い奴らを復讐で裁く物語だと思ってる人がたまにいるけど、悪人が悪人を合法的に破滅に追い込む話なんだよなこれ。備わったはずだった外付け良心回路が破壊されたせいで、ブレーキが誰にも止められなくなっただけで、不便な魔界呼ばわりはもちろん、魔国を後進国として下に見てる問題発言なわけだけど、逆にアンヘル様からしたら作物も育たず、文字通りの食うか食われるかの過酷な状態を不便の生ぬるい一言で片付けられるのは初期のやさぐれモードの状態だったらガチでクビリコロされてたと思うぞ。アンヘルはもともと敵から仲間になるキャラだから、セリフ選択誤った瞬間首消し飛ばされるわけだが、その辺理解してたのかな。最後までご視聴ありがとうございました。今回の反応集への皆様のコメントをお待ちしています。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。